おい、スカートなんかで隠すなよ。いやいや、早とちりしてはいけませんよ。僕がそんな無粋なことするわけないじゃないですか。ちゃんと角度によっていろんな楽しみがあるように作ります。というわけで今回はスカートとパンツを作るんですけれども、スカートってめちゃくちゃ複雑な形をしてるんですよ。まず縦にプリーツと言われる折り目があって、その上で体勢によってシワができるんで、めちゃくちゃ複雑なシワができるんですよ。なのでいつもの Google 検索と脳内保管だけだと限界があったんですよね。でそのことをツイートしたところ、たまたまプリーツスカートを持ってる同士が現れたので、いただくことになりました。いや、僕はいつも周りに支えられてるなと改めて思いました。いつも応援してくださる方々、本当にありがとうございます。あ、でもらったスカートってどう使うのって思う人がいると思うんですよね。スカートだけあっても履いた時にできるシワとかわかんないじゃんっていう風に、安心してください。自分で履きます。これイラストレーターさんとかわかると思うんですけど、書きたいポーズを自分でやって写真に撮って資料にしたりしません？それと同じです。女作ってるから変態だね。ああ、そうさ、私が変態さ。ということで、謎な理論で変態扱いされてしまったわけですが、今日も今日とて女性の人形を作っていきます。いや、僕変態だなって言われるの嬉しくて。あ、いや、コメントで変態って書いてほしいっていうわけではなくて、そういう風に評価されるのが嬉しいってことです。っていうのも、それってこだわりを認められてるってことだと思うんですよ、ね。こういう表現活動において自分の言いたいことっていうのは大体9割も伝わらないんですよ。なんですけど、その中でもこだわりっていう細かいポイントを見てくれてるっていうのはすごく嬉しいことだなって思います。っていう感じで、クリエイターの間では謎の褒め言葉が飛び交ったりすることがあります。例えばお互いの作品を見て、いいね、キモいねって言ったりするんです。周りから見たら互いに罵倒し合ってる別の意味のみたいに見えますよね。生きる理由を見出せません、どうしたらいいですか？この下半身作ってる変態に何聞いとんねんって一瞬思ったんですけど、聞かれたので答えます。じゃあ例えば誰かに悪口を言われました、どう思いますか？ムカつくとか悲しいとかって思いますよね。でその後どうします？でなんでそんなこと言うのとかって聞いてみたり、ふざけんなって言い返してみたりしますよね。死ぬとそれができなくなります。当たり前なんですけど、つまりですね、このコメントをしてくれた人とか、この動画のコメント欄の人たちみたいに、何か言いたいことがあるとか聞きたいことがあるうちは生きていた方が得です。なんでかっていうと、死ぬとそれができなくなるからです。死人に口なしってやつですよね。あ、じゃあ僕今から裏であなたの悪口めっちゃ言いますね。もしそれが嫌なようであれば、アンチでも何でもいいので僕に言い返しに来てください。モデルしたいって言ってる人、下心しかなさそう。全然モデルをしてくださるんだったら、下心だろうが芸術的興味だろうが何だっていいです。でもし仮に下心で来てくださった方がいた場合は、僕その10倍の下心で覆いかぶします。なので安心してください。もし仮にモデルさんが動画に出た時は、その人の下心は動画には映りません。なぜなら僕の下心の方が10倍くらいでかいからです。っていうと、日本語と冗談の通じない人が、いや結局下心かよって言うんですけど、いや下心で来られた場合はの話をしてますからね。なのでモデルさんをお迎えするときは誠心誠意対応するんですけど、数ヶ月くらい前にモデルさんを募集して一度来てくれた方がいたんですけど、その人には下着になってもらって布と石膏で型を取ったんですね。で終わって迎えがあるとのことだったので、迎えの人が来てくれるところまでお送りしたら、迎えに来てくれた人が旦那さんだったっぽくて、マジでぶん殴られるんじゃないかと思ってめっちゃビクビクしてました。怖かった。モデルしたい、いやありがたいですね。ぜひやってもらいたいんですけど、僕の作品の場合モデルとは言っても少し変な感じにならざるを得ないんですよね。っていうとちょっと言い方が悪いので誤解されちゃうかもしれないんですけど、ちゃんと説明しますね。例えば今回の作品の場合はスカートだけを造形してるわけです。つまり透明人間がスカートだけ履いた状態っていう感じです。ってことはどうなるかっていうと、まずモデルさんの体が造形されるわけではないっていうことなんですね。せっかくモデルとして長時間ポーズ撮ってるのに造形されないっていうと、何とも言えない感じになっちゃいますよね。また今回の場合はスカートの裏地も造形しなきゃいけないので、どっかしらで覗くことになるんですよ。つまりですね、モデルをやったのに自分の体は造形されないわ、スカートの中は覗かれるわっていう感じで、モデルさんにとって何もメリットがないんですよ。さすがにそんなかわいそうなことをさせるわけにはいかないので、自分でスカート履いてます。いいか、彼は毎日僕らにおかずを作ってくれている。いや、これ冗談だと思ってたんですけど、先日インスタの DM でわざわざ使いましたって報告してきたやつがいて、でってなって、いやなるじゃないですか。でなんかよく女の人が踊ってるショートにキモ込めするみたいな、そういう文化があると思うんですけど、いやまさか自分がそれを受けると思いませんでしたね。いやいいんですよ、そうやってね使っていただくのはいいと思うんですけど、わざわざ報告する必要なくない？なんかゴキブリの存在自体を受け入れることができても、家の中で遭遇したら、いやキモ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 いってなるじゃないですか。ちょうどそんな感じの感覚でした。でもそうやって魅力を感じてくださるのはすごく嬉しいんですよ。そこは本当にありがとうございます。なんですけど、わざわざ報告しなくていいですから。いやそんな報告義務はこの世に存在しないので。こんな彼氏やだ。おいふざけんなよ、今だけはそのコメントすんの。いやっていうのもさ、僕ついこの間彼女に振られたの。しかもその彼女3年も付き合ってたんですよ。マジでやめてほしい。いや普段だったらね、ああよくあるチクチクコメントねって感じなんですけど、今この瞬間だけはこのコメント見過ごせねえ。だってクリティカルヒットだもん、効果抜群だもん。でこの話には実は続きがあって、で僕振られたその日に仲のいい大学の先輩に、振られたんでお酒おごってくださいって言って慰めてもらったんですよ。で3年付き合った彼女に振られるっていう、お酒の場で盛り上がらないわけのない話題で集まったんで結構飲んじゃって、その帰り道で2人ともテンション上がっちゃって、おっしゃブレイキングダウンごっこしようぜって言って、近くの公園で殴り合いの喧嘩始めたんですよ。でねここで2人ともいい勝負してさ、お前さっさと彼女のこと忘れて次行けよグッみたいな熱い会話して終われば格好はついたんですけど、その先輩180センチくらいの巨体で160センチの僕とは2階級くらいの差があって、勝負にならなかったんですよね。で結果的に腰の骨折るっていう次の日腰痛すぎて病院行ったら、医者に腰椎 L1 圧迫骨折ですって真顔で言われたっていう話でした。
じゃあね。これならゲーセンのフィギュアの方がいいわ。なんだお前。じゃあフィギュアっぽいの作ってやんよ。ちなみにですね、このコメントのようなこんなのよりあっちの方がいいじゃんっていう感想は思っても声に出さない方がいいです。嫌われるので。例えば新垣結衣が配信が何かをしていてみんな可愛いってコメントしてる中、いや橋本環奈の方が可愛いだろうってコメントがあったらうわーって思うじゃないですか。しかも本人も傷つくと思うんですよね。でその上本人が傷つくだけだったらまだしも、引き合いに出された橋本環奈さんもめちゃめちゃ気まずいと思うんですよ。ほら誰も幸せにならないでしょ。 It's a true world。 狂ってる。それ褒め言葉ね。なんで布が人の形のまま固まるの？いい質問ですね。今回は女性モデルでこの作品をやるので解説をしていきます。まずこの作品で目指すものは布越しに透ける人体の形を取ることを目的としています。でモデルさんに布をかぶせたら上から薄く石膏を塗っていきます。でこの動画で作っているものはこれ自体が作品になるわけじゃなくて、もっと大きな作品の一部になる予定です。で一つの動画で完成まで持ってってほしいっていうコメントもいただくんですけれども、そうすると下手したら半年に1回とかしか動画上げれなくなっちゃうので、ごめんなさい、勘弁してください。はい。で塗った石膏が固まったらですね、人体から取り外すと原型が完成します。で後でヤスリでガタガタな表面などを鳴らしてより人体を浮き上がらせます。やめとけ、こんなの作ってるって知られたら普通に恥ずかしいぞ。いや全然恥ずかしくねえし、この前中学の時の同級生から猪瀬くんの YouTube 見たよ、わらってきたけど、これっぽっちも恥ずかしくねえから。いや最後のわらってとこだけちょっと気になったけど、いや全然気にしてない、もう誇りを持ってやってるから。でその後同窓会に出席するかどうか聞かれて行くって言ったら、あ来るんだわらってきたけど全く気にしてないから。いや少しだけ、ほんのちょっとだけ嫌そうに見えた気がしたけど全く気にしてねえから。でさらにその後同窓会で話し合えているのって来たけど全然気にしてねえから。いやそこはわらつけろよ、本気で心配されてる感じになるじゃんって思ったけど全然気にしてねえから。気にしてねえから。世の中おかしくないですか？なんでこんな苦しまなきゃいけないですか？パイ触ってるやん。触ってるっていうか造形してるんですけど、ね、いやパイについてちょっと悩みがあって、その男性にとって胸って結構難しいんですよ。なんでかっていうとないからなんですけど、この間よく話す男性クリエイターとこの胸についての話をしたんですよ。でなんか胸の構造っていうのは解剖学的にはこうらしいとかああらしいとか真面目な話をしてたんですけど、イラストレーターさんとか造形師さんあるあるなんですけど、その部位の話をするとき実際自分の体を触って確かめるんですよね。でその時も同じ現象が起こって、自分の胸を触っている成人男性2人が対面で真面目な話をしてるっていう謎構図が出来上がってですね、旗から見たらマジでヤバいですよね。なんかそういう儀式みたいだもん。しかも男だから別に触ってもわからないっていうね。キモ、なんでそんなことするの？スワヒリ語ですか？真面目に答えると楽しいからです。今回はですね、前にかなり好評だった布越しに透ける人体の型を取る作品を作ります。あ、でもう布かぶしちゃってちょっとわかんないんですけど、今回は男性モデルさんです。で、このコメント主さんはキモいっておっしゃってるんですけど、まあね、わかる。うん、わかるよ。僕マンションに住んでるんですけど、隣の人がこんなことしてたらめっちゃ怖くない？うちのマンションに住んでる人たちみんな優しくて、等身大の人形を車に運ぶ時とかにすれ違うと、頑張ってくださいねって言ってくれるんですよ。多分旗から見たら死体を運んでる人とそれを応援してる人の図にしか見えないですよね。しかもそうやって人形を運ぶ時って周りに配慮して顔とかを布で隠すんですけど、そのせいでより一層そういう現場感が出ますよね。ちなみにこれめちゃくちゃ磨くとこうなります。かっこよくね？絶対完成させたやつ裸でベッド置いてるでしょ。ほんと女性からしたら不満しかない。うわマジか、すげえな。この発想はなかったですね。そこそこ人形作ってるんですけど、いやそのめで方にはたどり着かなかったな。自分もまだまだだなと思いました。ほんと勉強になります。ドスケベ先輩。いや皆さんこのコメントアンチコメだと思うでしょ。いや違うんですよ。この人、この女性からしたら不満しかないっていうのって、この方自身の考え方天才性ってのが女性に受け入れられづらいってことを彼は自覚してるんですよ。彼って言っちゃった。彼女かもしれないですね、失礼しました。はい、まあ、冗談なんですけど、こういう感じで偏見が行き過ぎてたまに僕の変態性を追い越すコメントがあるんですね。気をつけてください。僕はいいんですけど、僕があなたのことを仲間だと思っちゃいます。多分女の人がこれ作ってたらおしゃれに見える。男だからなんかキモく見えるんだと思う。なるほどね。じゃあ女の子の格好すればおしゃれに見える可能性がありますね。ということで手始めに服から変えてみました。これ着てみると結構楽しいですね。ほらここだけ見たら結構女の子に見えません？あーでもやっぱ手がごついか。でもちゃんとごつさを隠してメイクもしたらそこそこいい線いくんじゃないかな。ということで僕の世界にまた楽しみの一つが増えました。ありがとうございます。ということで僕の人形作りがおしゃれに見えてきた頃だと思うんですけれども、そうやってさ男だからとか女だからとかさ余計なこと言わずにさ純粋に面白いでいいじゃん。僕は女の子の人形を作るのがすごく好きなんですよ。それは単純に綺麗な女性の人形を作ることに憧れがあるからなんですよ。でそれが下心由来なのか芸術的興味なのかも僕も分かんないんですよ。だって皆さんも好きなものあると思うんですけど、なんで好きかって突き詰めて考えたら分かんなくないですか？例えばリンゴが美味しくて好きっていう人いると思うんですけど、じゃあ美味しいから好きなの？なんで美味しいと思うのって言われたら、なんでだろうってなりません？ただ好きってそれだけでいいと思うんですよね。あ、最後にメンバーシップ始めたのでよろしくお願いします。定期的にスカート履いてください。このコメントね、先日自分で資料用にスカートを履くことがあるんですよって言ってこの写真を出した時の動画についたコメントなんですけど、なんかスカートを履いてる成人男性に喜んじゃう変態が無限湧きしたんで、今回は真逆のパンツを履いてる成人女性を作ろうと思います。いやもうね、今回すごい楽だった。だって自分で履いてるズボンをそのまま確認すればシワとかの資料になるので。いやさ、いつもめちゃめちゃ大変なんですよ。それこそ前の動画ではスカートを造形してる時にスカートのシワが全然わかんねえって言って、ツイッターでスカート持ってる人いませんかみたいなこと言ってスカートをなんとか入手したりとか、先日
なんて僕女性用の下着買いましたからね。だって下着なんて普段生活してて見ないじゃないですか。下着丸出しで歩いてる人なんて全くいないわけですし。いやマジで親とかうちに来たらどうしようって毎回思うよね。